副業と資産運用に役立つ本の概要を1枚の紙と10分の音声にまとめる真田です。本日はロバート清崎さんの書かれました金持ち倒産、貧乏倒産についてまとめています。この本を読んだ目的ですけれども、金銭的に豊かな人生を送る秘訣が知りたいと思って読んでいました。約10分にまとめていますので、よろしくお願いします。第1の教え。金持ちはお金のためには働かない。金持ち倒産はとても大切なことを私に教えてくれた。それは、金持ち倒産と金持ち倒産の下で働く人や、私の貧乏倒産とを分ける決定的なものの考え方だった。その後、高い教育を受けた実の父がお金に苦労し続けている間に、金持ち倒産がハワイ一の金持ちになったのはこの考え方のおかげだった。これこそ人生に大きな違いをもたらす唯一無二の考え方だと言える。中流以下の人間はお金のために働く。金持ちは自分のためにお金を働かせるというものだ。金持ち倒産はこのことを何度も何度も繰り返し私に教えてくれた。私はこれを第一の教えと呼んでいる。56ページ。金持ちになっても問題は解決しない。金持ちがお金を持っているのは欲望のためではなく恐怖のためだ。金持ちはお金を持たないでいることの恐怖、貧乏になることの恐怖をお金が打ち消してくれるだろうと本気で信じている。だからたくさんお金を貯める。でも、その結果わかるのは、恐怖がもっと強くなっていることだけだ。今度は貯めたお金を失う恐怖がどんどん襲ってくるんだ。私の友達の中にも、お金をたくさん持ってるのになお働き続けている人は何人もいる。何百万ドルも持ってるのに、それを持っていなかった時よりも、もっと大きな恐怖を抱えている人も知っている。そういう人はお金を失うのが怖いんだ。60ページ。貧乏や金詰まりの一番の原因は、国の経済や政府、金持ち連中のせいなんかではなく、恐怖と無知だ。人間を罠にかけるのは自分から招いた恐怖と無知なんだ。第2の教え、お金の流れの読み方を学ぶ。74ページ。人生で大事なのは、どれだけのお金を稼げるかではなく、どれだけのお金を持ち続けることができるかだ。だがこれに気づいている人は少ない。お金に困っていた人が宝くじに当たって、一夜にして大金持ちになったかと思うと、またすぐお金に困るようになる、といった話はよく耳にする。彼らは何百万ドルも手にしながら、すぐに元の木阿弥に戻ってしまう。金持ちになりたければ、お金について勉強しなければならない。資産と負債の違いを知ることが第一。まず大切なのは、資産と負債の違いを知り、資産を買わなければならないということだ。金持ちになりたい人が知っておくべきことは、これに尽きると言ってもいい。いわば金持ちになるための鉄則だ。金持ちは資産を手に入れる。中流以下の人たちは負債を手に入れ、資産だと思い込む。資産は私のポケットにお金を入れてくれる。負債は私のポケットからお金を取っていく。第3の教え、自分のビジネスを持つ。本当の資産とは何か。私があなたやあなたの子供たちに買うように勧める資産とはどんなものだろうか。私が考える本当の資産を次に挙げてみよう。1、
1、自分がその場にいなくても収入を生み出すビジネス。私は会社を所有しているが、実際の運営は他人がやっている。もし自分がその場にいて働かなければいけないのならば、それはビジネスとは言えない。自分の仕事だ。2、株。3、債券。4、収入を生む不動産。5、手形、借用証書。6、音楽、書籍などの著作権、特許権。7、その他価値のあるもの、収入を生み出すもの、市場価値のあるものだと。211ページ。スタートを切るための10のステップ。1、強い目的意識を持つ。精神の力。2、毎日自分で道を選ぶ。選択する力。3、友人を慎重に選ぶ。協力の力。4、新しいやり方を次々と仕入れる。即習の力。5、自分に対する支払いをまず済ませる。自制の力。6、ブローカーにたっぷり払う。忠告の力。7、元では必ず取り戻す。ただで何かを手に入れる力。8、贅沢品は資産に買わせる。焦点を絞ることの力。9、ヒーローを持つ。神話の力。10、教えよ。さらば与えられん。与えることの力。244ページ。具体的な行動を始めるためのヒント。先ほど紹介した10のステップでは物足りないと感じる上級者もいるかもしれない。あの10のステップを行動指針ではなく、一種の哲学として捉えた人は多分そう感じる。そこで、金持ちになるためのスタートを切るにあたって具体的に何をしたらいいのかを知りたい人のために、私がかつてやったこと、今もやっていることをいくつか簡単に紹介しようと思う。今やっていることをやめる。言い換えればちょっと休みを取って自分の生活を振り返り、今やっていることでうまくいっていることは何か、うまくいっていないことは何かを見極める。新しいアイデアを探す。投資のための新しいアイデアを探すとき、私はよく本屋に行って、自分が知らないこと、ユニークな主題を取り上げた本を探す。つまり、自分が全く知らないようなやり方について書かれた本を買うのだ。自分がやりたいと思っていることをすでにやり遂げた人を見つける。そういう人を見つけたらランチに誘い、ちょっとした秘訣やアドバイスを聞かせてもらう。年間の利率が 16% のタックスリーエン証券についての本を読んだとき、私は軍の税務署に出かけ、そこで働いてタックスリーエン証券に自分でも投資しているという女性を見つけた。すぐにランチに誘った。この女性は息を弾ませて自分の素晴らしい体験を聞かせてくれ、知っていることを全部教えてくれた。さらにどうやってこの投資を始めたらいいか、その方法も教えてくれた。講座を取る、読む、セミナーに参加する。私はいつも新聞やインターネットで何か面白そうな講座をやっているか探す。こういった講座の中には無料のものも多いし、有料でも大して高くない。自分が本当に学びたいと思っていることに関しては、結構参加費のかかるセミナーにも出席する。このような講座やセミナーのおかげで、私は今、お金の心配もなければ、仕事を探す必要もない状態でいられるのだ。講座やセミナーに参加する私を見て、そんなお金は無駄だと言い、自分では参加しなかった友人たちは、
今でも前と同じ仕事、アクセクやってる。オファー、買い付け申し込みをたくさんする。ジョギング、ウォーキング、ドライブをする。株や不動産をバーゲンで買う。適切な場所を探す。買い手を見つけてから売り手を探す。大きく考える。歴史から学ぶ。じっとしないで行動する。チャンスをつかむために私がこれまでにやってきたこと、あるいは今もやり続けていることの一部だ。今私がこれまでにやった、やり続けているという言葉を使ったのには大きな意味がある。繰り返し言っているように、金儲けをしたいと思ったら、まず行動しなければダメだ。さあ、こんなところでぐずぐずしていないで、今すぐ行動に移ろう。これ以外にも、金銭的に豊かな人生を送る秘訣が具体的に紹介をされておりますので、一度読んでみられることをお勧めします。今日は以上で終わります。どうもありがとうございました。